よ。こんにちは、こんばんは。ゲーム動画で行こうです。キララファンタジア、クリエをこの手に。随分と早いのだな。彼女とは大違いだ。学校暮らし。これはハルカーレシーブだ。湯煙事件簿。うらら迷路帳は万年大火スロースタートか。アンハピーオーンか。結構意外な流れだな。うらら迷路帳とか来ると思ったんだけど。ということで、ランプファンタジア、なんだそれ。いや、今日は4月1日だ。午前中だけかな。なんでしょう、ちょっと見ていかないといけない。でもこれ本当かもしれないね。一時中です、ランプファンタジアは。優勝で必ずランプを仲間にできる。うそやでってことはない。ニューヨークで言えばゆるキャンもありだよな。たくさんありますね。嘘やではないな。いちいち限定です。いちいち一回キラキラしようか。この辺も優勝限定ですね。期間限定ピックアップしようか。しっかり練習すれば不安も吹っ飛びますよ。これ見てください、ランプディレクターの贈り物、ランプファンタジア ログインボーナスってなってますね。何が起こるんでしょうね。とりあえず全部受け取りましょう。プレゼントにもういるんだ。ということでですね、おそらく新クエストが始まるはずですね。自信はないけど。イベント始まりました。エトワリア湯煙事件。事件録？事件簿？ちょっと文字が小さくて見えなかった。友達？
そうね。確かに。ええ。ありがとう。うん。おお。くーい。おや？巻き込まれるとは。温泉はよく事件が出ます。エトアリア湯煙事件録。化け猫旅館と何かな。風呂上がりの牛乳は格別。さあこの旅館で悲劇が起こるってわけですね。温泉ってすごい。練習の疲れがとろけていくみたい。ということで一節。水属性ですね。水属性って言ったらちのたくさんボーナスついてますね。ボーナスだらけだ。このイベントだからたくさんつけてもらってるんでしょうか。スイッチとかだからな。たまてスロースタートで、スロースタートをキャラクターも出ますからね。コンビニより遠いのか。やったー。一回は泊まってみたいもんだな。こんな自力でこんな旅館に。今どうなんだろう。お、広い。いいね。でも、ほほ。そうなんだ。そして廊下がすごい。和室の家、和室の部屋。え？昔の旅館だったらよくありますね。だったらさ。缶詰ですね、いわゆる。なるほど。え、さすがにまずい。ねえねえ。そうですね。24時間営業って結構ありますね。やったー。清掃時以外営業とか。まあ。ちゃんとテレビワイドになってる。この辺は斬新だ。いや、やるぞ。14インチあたりのブラウン管だったりするケースもあるんですよね。それに地上、それだと地上が映らないんで、地上波通、安い地上波通のチューナーをつけただけという。まあそんなことはないか、最近は。テレビも安いからね。32インチとか。いいテレビ多いです。でも、点数減らしておこう。踏ん張りどころだな。心配はいらないです。平気です。私もやれますから。時間はかけたくありません。うわぁ、おじひ。やりましたね。お疲れ様でした。この世界の温泉ってどんな性質なんだろう。二節。おお、後ろ見返り美人。おお、そうだね。すごいな桜。土壌が弱そう。やったー。ちょっと。桜は大丈夫なのか。ん？今
今ボイスがついてたよね。とろける、わかる。はあ、うん、まあ、ビーチバレーだからな。おお、そうだよ。おお、びっくりするよね。あったか。ちょっと。でもモブですからね。幽霊かな。温泉ってすごい。練習の疲れがとろけていくみたい。三節。だね。いいね。やった。うん。おー、すごい。ぐへへ。温泉っていや卓球ですね。卓球娘。そうやろうか。お、キララとランプもいたんだ。土産屋もありますからね。温泉ってすごい。練習の疲れがとろけていくみたい。さあ引き続きボーナスがたくさんもらえる。かなたがプラス1。ルリーでいいのかな、ひばりが丘。あれ？コンビニより遠いのか。よし。やっぱりビーチバレーですね、やることは。誰だ、跳ね返したのは。いやいや。そうだね。南の国の旅館なんですね。よし。キャップがすごい。お、夕方まで。気にゃん。事件ですよ。負けませんよ。これでどうですか。踏ん張りどころだな。当たってください。
聞いたな、怪人め。これぞキャンプの醍醐味。大座りを使う。集団魔法でした。よし、勝った。強いね、シマリンもなかなか強いかも。何これ、キルミかな、キルミ。まあ、本当にやったら死にます。血まみれにするぞ。そういや、え、どれ、今度はなんだこれ、足がジョジョ。温泉と卓球は切っても切り離せない私たちみたいな関係。骨折。うむ。え、これ本当に死んでんの？はい。トマミって誰だったっけ？おかみさんか。どうだ？ちといいか。そうなんだ、こいつが犯人だ。生きてるゾンビかな、これゾン。いいか、どうだろう。お、埋め合えてたのか。こういうのはだな。いや、そういや、ん、え、それって日暮らし。まずい。この世界の温泉ってどんな性質なんだろう。六節化け猫。そろそろ行きますよ。大丈夫？まったくもう。そういえば、そうなんだ。
よね。ねえ。あはは。ええ。なるほど。うん。じゃあ。おたぎにやー来た。ちょっと。私から行きます。私だってやる気ですよ。心の壁発動。任せてください。受けてください。ナイトですが聞きたいな。私だってやる気ですよ。ただいま。皆さんお願いします。少し待ってください。待てあと。こうしてできました。どうぞ。皆さんのおかげです。温泉ってすごい。練習の疲れがとろけていくみたい。なぜつ。どれ。ちょいちょい。なんでチョコ。ちょ、うふ。ですよね。なるほど。嫌な予感しかしないわ。またお前かい。温泉ってすごい。練習の疲れがとろけていくみたい。はい、というわけで今204か。おはよう。要件は？マジカルトールで交換できるものってあったっけ。ちょっと足りないんですよね、素材がね。あ、でもアルケミスター真実とかは、おっと、お肉もあるが、チケットが1個あるが。シオンだと意味ないしな。せめて100あれば、コイン交換メダル。交渉成立。
カジラ行ってみましょう。気持ちのいい朝だな。収録。なるほどね。ね、63まで来ました。なかなかさ。今ですね、キャラのレベルはどうなってんのかな。100に上げられそうな人はいるかもしれません。ランプが98ですね。攻撃型は長い。そして土属性の魔法力が強化された。一応97なんだ。魔法力が強化された。このぐらいでしょうね。進化できる人もいない。限界突破は90までなんで、そろそろ上げときましょう。奥義海岸ってやつだな。スラスタートのこの子もソフトアウトじゃない。そこら辺一皮むけたよ。頑張るゾイは65までやな。60なんで この辺はそんなに変わらないし、余計はされてないってことですよね。星も含めてみるとどうだ。私先に行くわね。新たな歌を紡いでみせるよ。クゼバシさんもカラスマ先生に近づけたかしら。ニナ、この辺りですかね。あんまり星音使ってないんですけど、こんだけ少し助言突破をしておきました。さあ次回ですね、ストイベントエトアリア湯煙事件帳、風呂上がりの牛乳は格別、湯煙事件録シナリオクエスト後編となります。温泉と卓球は切っても切り離せない私たちみたいな関係、ぜひ、ご期待ください。そしてよろしければチャンネル登録高評価お願いします。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。これまで遊んだ記録ですね。これも説明欄にプレイリスト表示しております。URL で出ております。こちらもぜひご覧ください。またこの動画最後の20秒で関連動画プレイリスト
表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。今度かなたとおニューの浴衣買いに行こう。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で行こうでした。